年が過ぎ、起こるべくして日露戦争は起きた。ロシアの南下政策は満州から朝鮮半島に及び、日本は無視することができなくなった。ロシアは明治37年1904年元旦、ニコライ2世の裁可が下り、日本も2月4日の御前会議で開戦を決定した。大山巌大将が総司令官に任じられ、満州軍が編成された。師匠児玉源太郎大将が総参謀長となり、逐次軍が編成され、黒木為朝、奥安方、乃木希典、野津道綱、川村景明らの将軍が軍司令官として従った。清絶悲惨、元号絶する苦戦は旅順攻略だった。李鴻章が十数年の歳月をかけて築城、さらにロシアが5年、1500万ルーブルの巨費を投じて近代化したのは旅順要塞である。日本軍は内地の要塞から28センチ榴弾砲を持ち込み、ようやく旅順を落とした。乃木将軍の率いる第三軍は、三度にわたる総攻撃などで5万9000人に及ぶ死傷者を出した。まさに血をもってあがなった勝利である。守ったロシア軍も7700人が戦死、1万5000人が戦傷病に倒れ、2万2000人の戦闘可能人員も多くは栄養不良に陥っている。3月10日、奉天の海戦の勝利により、ロシア ヨーロッパの大強国ロシアを破ったのは、日本人に自信を与えただけではなく、抑圧されているアジアの諸民族に希望の光を投げかけた。日本の国際的地位が強化されたのはもちろんであった。